はい、今日はですね、令和6年2月6日ね、23時14分回ったところでございます。もうほぼ閉店。最後265ぐらいかな、もうハマってペガらんかったからもうやめてきたけど、あれ、まあもうちょっと回したらペガらせたけど、もうしんどいよ、もう。もうちょっと前にやめようかなと思ったけど、260まで回してもだけどね。危なかった。今日最初の初ペガが6000円でビッグ引いて、丸半で。まあ、ストレートで全生まれして、そのままペガランかって、その台打ってたらもっと死んでた。危ない。うろうろして、もう全然ペガラン、どの店行ってもペガラン、やーべえな、もう。で、一番最初の D に戻って、2万円まで行って、うわー、ダメだ、2万1000円、ダメだ、思ったけど、2万1000円の最後10枚ぐらいを持って、角台行ったら、2ゲームでペガ。そっからビッグ5連。とりあえず1万ぐらい取り返してよかった。そっから2連して、単発で4連で、単発で6連みたいな。もう、最後3連もしたし。危ない綱渡りしたわ。ちょいプラかな思ったら結構買ってたね。2000枚ぐらいあったんかな。どうやったやろ。1200枚の600枚、1800枚しかなかったんか。まあまあ、最後、即読みしたら2000はあったんやろうけど。横でね、相当紙が2万1000円、回収が3万5500円、プラス1万4500円。2勝0敗でございます。2月2勝0敗、1万9000円プラスでございます。今年4万8000円負けてますんで、こんな負けてんの俺今年。2万8000円ぐらいかな、あと9000円かなんで、4万8000円負けてんの今年。マジでか。あと2万9000円。ちょっと先遠いな。ジャグラー出えへんっていうか、パチンコ屋自体が今出えへんから。ちゅうのがね、新札入るでしょ。だから新しいサンド買わなあかんし。で、ジャグラーなんか4月にね、ジャグラーガールズでしょ、寝台で。出る要素あれへんよ。もうダメだこれ。しかも今日なんて6の日でしょ。昨日5の日でジャグラー頑張って出してて、明日は7の日で、あっちゃこっちゃ頑張るから、今日なんかもう出る要素あれ。よかったな、俺。マジで。危なかった。まあ、でもその前に打ってたマイジャグも、結局は120分の1ぐらいまで戻ってたしね。あれ、俺が一番最悪なところを担当したんじゃ。700ぐらいまで、600なんばま。最悪やったな。まあ、それを売っててもよかったし、結局最後の合も売っててもよかったし、まあ、プラスになったからよかったけど、いや、でも、マイジャグやったらそこまで出てへんかったかもしれんな。俺が売ってたらペガらんかったかもしれんからな。まあ、でもよかったね。危なかった。いや、もう綱渡りよ、マジで。YouTube の収益がね、毎月50万、100万あるって言うんやったら、ね、ジャグラー2、3万負けようがね、5万負けようがね、痛くも痒くもないけども。先月2万6000円、多分ね、1月の収益が3万5000円ぐらいあるから、でもコロナで休んどるからな。コロナ見てもた。休んでもとるからな。給料少ないしな。なんとかせたらね。ということでね。まあ今日4連勤明けはね、明け休みで、まあ半分休みじゃなかった。まあ昼過ぎ、夕方まで寝てしもて、そっから行って、よー勝てたな、危なかった、ほんま危なかった。2万1000円持ち上がり突っ込んだ、もう勝たれへんで、マジで。明日何の日なんでね。ちょっとどっか探そうかな、ということでね。で、その後また4連勤して4連休やけど、間に健康診断が挟むから、まあまあでも、ジャグラーも朝一から行く必要ないけどな。ちょうどね、とりあえずね、飯食って、酒飲んで、寝ます。ありがとうございました。いやー、ジャグラー簡単だわ。